2億円以上が集まりました。フランス各地で続く暴動の発端となったパリ郊外での少年の射殺事件をめぐり、発砲した警察官の家族を支援しようと極右主義者が呼びかけ、物議を醸しています。日本円にして2億円余りがクラウドファンディングで集まっています。支援を呼びかけたのは、去年のフランス大統領選で反イスラムを掲げて落選した極右候補陣営の報道官を務めた人物で、発砲した警官について任務を遂行して高い代償を払ったと訴えています。これに対しボルヌ首相は3日、鎮静化につながらないと批判しました。